コメント。めっちゃ美肌機能になってたわ。アホ毛っていうかやば。こんばんは。今日もキンキンのアイスコーヒーと美味しい。そう、先ほどは今日は19時半からのねラウンド1のやつありがとうございました。足を運んで見てくださった皆さん、はじめまして。そう、今日はねラウンド1さんで、何やっけ、10周年やしな、 NMB が。それでてっぺん取ったんで的な感じで。なんかくまちゃんレッドマンさんありがとう。なんかなんじゃこりゃ、すげえ。青いクマ、キャワ、ありがとう。やばい。そう、これからだから計10回ラウンド1さんで生配信があります。だからそれはそう、でも多分そのうち5回かな、これ言っていいかな、知らん。5回とかがボーリングな気がする。ボーリングをだからやるのはあの3人です。私含めてももちとうーかさんの3人がスコア200を目指してボーリングをします。なので皆さん、あのお近くに、家の近くにラウンド1がある方やお時間のある方はぜひラウンド1にゴー。お、今日ラウンド1行ったよって、ありがとうございます。メンバーがボーリングしとる姿とかを生でそう見れて、あれコメントもできるんかな、多分コメントとかもなんか来とったりして、読みながらとか。お、次回も予約したよやって、ありがとう、嬉しい。次回はスコアいくらになってるかね、コメントもできる。そうそうそう、みたい。お時間はありますが、ラウンド1がナッシング、それはね。でも確かに田舎にはラウンド1がないんだよね。そう、近くに多分、そう、困ったね、それはね。とりあえず100を目指さないとやばい。今回初めてにも等しいぐらいの久々のボーリングやって、スコアは42でした。勝利の田舎にはラウンド1さんは
あったかどうかは秘密ですが、家の近くにはなかったかな。ね、100行くのですらあの結構難しい気がするんだよ本当に。でもあのインストラクターさんが岸さんっていう方なんですけど、そうが優しく今日もね終わった後も教えてくださって、ビシバシしごかれたいと思います。これからもモド M なんでしごかれるのは大好きなので、はい。あ、さっきまで南のラウンドワン近くで食事してたやって、なんでラウンドワン来んかったんしてたんかな。とりあえずでも100はいかだな。次のさ、次の8月1の配信でまでに100いっとくのって難しいんかな。頑張り次第かな。100、42から100はやばいか。頑張ったらいける。せめて80超える超えぐらい頑張ります。そうだから終わった後に投げ方とかもね教えていただいて、そう、あのさダンス覚えるのがさ苦手やからさ、そうちょっと教えられてもすぐできんかったから、今日もねペットボトルを持ってもう練習できるらしいから鏡の前でやりたいと思います。ね、コツを早く掴んで。でもほら狙いはいいって言われたから、そうそう。ちょっと だって本当に200超えってプロの方ですよ本当に。プロの方でだって200ね、80とか。でも本当にね頑張ったらマイボールとかマイシューズとかもいただけるみたいなので、それはめちゃくちゃ頑張りたいと思いますマジで。いやすごくない？だってマイボールとマイシューズって嬉しい。さやかさんが調子よくて200やでやって、それはやばいやばいな本当に。なんかそうだから親指とか太くなるらしいんですよずっとやってたら。やばくないね。しかもさ、それ左利きやからさ左手でやるんですよ。そうでさ、それアイドルたちは左手でマイクを持つじゃないですか。だからさやばいなと思って、見える他の人はさ多分右利きやからさ、まあ右側がさ太くなってもさそんなずっとは映らんやん、マイク持つわけじゃないし。やばいなと思って、もう来年もしさあれステージ立てるようになったら水田氏より左側だけ大きくなってるかもしれん、いろいろそうそう指ねかけない投げ方もあるらしいよな。でもそれはそれで結構すごい大変みたいだから、
だから皆さんもぜひラウンドワンさんでいっぱいボーリングしながら私たちのことも見てね。実は靴が重要。そうなん？皆さんは今日何してましたか？サイクリングいいな。学校お疲れ。学校お疲れ。目がさ、あのさ、もう外したけどカラコンしてたからさ、めっちゃ充血してんねん。ちょっと見てみて、ほんと見えんか。ほんとやばい。ね、そう、今日さ、久々にさ、よっしゃ、ちゃんと衣装着れるって思ってたのに、ジャージかーいってなった。まあそりゃさ、ボーリングするからジャージやなんやろうけどさ、ジャージでしたわ、久々に着た衣装。確かにボーリングするのに、ね、制服ってちゃうな。NMB の制服衣装どれも可愛い。お、それは衣装さんが、衣装さんに言ってあげてください。言えんか。喜びそうね。でも可愛いよな。どの衣装が一番好き？いっぱいあるよ。でもなんか元気な感じとか可愛い系やったらドリアンとか北県とからしくないとかかな。かわいい。暗い感じやったら甘髪姫とかかな。旦那さん誘ってラウンドワン行ったよって。お、ご夫婦でありがとう。あー、歯もいいね。でも歯重そう。着たことないから知らんけど着てみたい。かっこいいよなあれ。着てみたいの。着てみたい衣装。なんやろ。でもな、あれプライオリティの衣装着て、ちょ一回イケメンになってみたい。
あ、妄想ガールフレンドも好き。一回だけ来たことある。ここでもいいね。もう本当全部いい本当に。それな。歯の衣装でボーリングはやばすぎ。いろいろとまず歩けなさそう。こんばんは。そう、あのさ、お話し会とかさ、この前の昨日のお話し会とかさ、モンバメの返事とか見てたらさ、なんか最近なんかいいことあったとかさ、明るくなったとかさ、よく笑ってるとか言われたんやけど、そうなん？どうなん？どう見えてんの？そう見えてる？最近明るいですか？いいことあったように見えますか？どうなん？まあまあそれはね、いいことなんですけど。そう、いい顔してることが多い。うん、こないだいいことあったって思ったって。おお、それはよかった。ことあったかどうかとかは秘密なんですけどね。どうでしょう。急に可愛くなった。それはなんでだろうね。ご想像にお任せいたします。でもね、思ったけどカラコンかなって思った。今はさ、もう外したけど、カラコンはでもでかいよ。うん、多分。こっちかな。うわー、ぶなぶなぶな。もうね、あの眼精疲労がすごいのよ今日本当に。あの眼球から来る頭痛がパない。もうさ、目取って洗ってマッサージして戻したいね。眼精疲労からの目からの頭痛ってね、辛いよね。あれもありそう。でもなんかあれ、天気もありそう。偏頭痛仲間みんな、今日もこれからも頑張っていきような。今日のイベントしおりちゃんのコメント多かったね。そう、コメントをたくさんしてくださった方が多分いらっしゃってありがたかった。そう、多分そう、コンタクトをね長い時間やってたっていうのもある。多分痛いの。押したりほぐしてあげて。
マッサージ行きたい。マッサージ、頭もやけどさ、足とかも行きたい。全身してほしい。ホットアイマックス、あ、マックスホットアイマックス、ホットアイマスクね、なくなった、使った、全部欲しいよ、ホットアイマスク。マッサージは任せてやって。お、じゃあ、電話番号は08。090。ではそろそろ終わるよ。13位、あ、シュンシュンシュン、これシュンって読むのかな。3、12位、なわてさん。11位、イータさん。10位、マスカルポネさん。9位、しおねさん。8位、ヤン008さん。7位、カズオさん。6位、西中島亭南博士博士さん。5位がバークさん。4位がキラさん、3位がシンゴさん。2位がシンさん。1位がレッドマンさんです。いつもありがとう。クマさんもありがとうございました。マスター短くてすまん。見てくれてありがとうございます。急な小声では、またいつか会いましょう。バイバイ、おやすみ。あ、シータ、明日はお話し会です。そう、お話し会、来る方はぜひあのリプなりメールの返事でもいいんで、ぜひ教えてください。なんかちょっとね、分かってた方がいいな、いいよね、多分。なんかお願いします。じゃあゆっくり休んでね。おやすみ。夜勤の皆さんは頑張ってください。ファイト、バイバイ。